都営とメトロの地下鉄一元化を目指す東京都は、現状と将来像を理解してもらおうと、東京商工会議所の岡村会頭らに対して、一元化は一般企業側にもメリットがあると説明しました。東京商工会議所の岡村会頭らに対し、猪瀬副知事は、都が試算した一元化後の経済効果を示しました。試算によりますと、都営とメトロを乗り継ぐ時の料金加算などがなくなるため、利用者側の負担の減少は年間460億円に上るとされ、利用のうち4割を占める定期券を負担している企業側の負担の減少は200億円に達するとメリットを訴えました。お金を払う側が当然その情報を共有して、やっぱり矛盾しているような問題があるとしたら、それをおかしいと気づいていただくということが大事だと思いますよね。そうやって広げていって。一方、説明を受けた岡村会頭は、乗りやすい電車を作るという、電車網を作るということについては全く誰も反対しないと思うんですね。ただそれと経営の統合の話とは違うということを申し上げてきましたので、ご理解いただきたいと思います。都ではサービスの一元化と経営の統合が不可避との姿勢を強調しています。